案外すぐ読みましたね。ここにもあるんだね、郵便ポスト。で、地域バスが、どうも回ってるみたいですけど、ここは、多賀大社前駅。まあ、時間は、特急時とは全く運行なしというあれなんですね。すごいな。なので、待てど暮らせど絶対バスは来ねえぞと。よいしょ。あ、そうや、どれかみ。昨日か。上がってましたね。スバちゃんの。新しい曲、スバちゃんとか。スバルおかえりな、スモックか。だっけ。のメンバーだっけ。見よしばいないかも。もしか。やってましたね。さあ、心に傘を、いや、物理的な傘も今入れてます。そのあれじゃないですね。さあ。まあ、屋根があればいいんです。心にもね、屋根をかざしとけばいいんです。意外と日差しを避けるか避けないかだけでも変わってきますからね。さあ。ちょっとじっくり、駅でも見るかね。時間もあるんだ。土日祝日。あ、そら。今16時台だよな。だから、近いとこね。その先には30分1本ちょっとなるみたいですかね。なるほどね。ちなみに2番乗り場から出るの、どれも。平日はないのか。休日だけか。で、彦根行きってのがあるんだ。彦根の方に入ってくんや。米原行きなんてのもあるんや。で、関係をつけてるんですね。この前乗った時は、米原からは、あれで乗ってましたけど、なんだっけ。米原から、JR ですね。JR 乗ってましたけど。ああいった感じで、青梅八幡の方に直接行くような米原方面からね、便もあるみたいですね。ちなみに一応終電調べときました。最悪のこと考えて。じゃあ8時までは、彦根あたりとかにおっても大丈夫ってなっとったんで、まあ、ぼちぼちと、八日市あたりかな。豊里で降りても、多分駅前はそんなにないですからね。観光のところとかもね、もう閉まっちゃってるでしょうし。ちょっと天気がこんな感じなんでね。あんまりがっつりと歩くのもあれですからね。まあ今回はね、もう完全に目的はね、これでしたんで。まあ雑談切り抜きみたいな感じで入れといて、やっといたらいいのかな。とか適当に思ってます。案外、駅前で便利そうですけど、そこに踏切もないんで、結構ぐるっと回らないといけないんで、意外と近くて遠いファミリーマートなんですね。でしょ。そこにちょっとショートカットできる配達があったら、便利ね。どうですか？ そのあたりからさ、ちょっと抜けれるような感じ。こんな感じで、そっち側にこうちょろっと作っといてくれたら、どうせね、
ここでね、やりますからね、社内で全部検査済ませるんで、まあ、そのキャラバンの止まったあたりにちょっと臨時改札を作ってくれると、すごく便利な気もするな。どうでしょうね。へえ。なんかずっと豆腐屋さんの人が聞こえてますから、豆腐屋さんじゃなくて、豆腐も売ってるみたいですけど、いわゆる移動スーパーみたいな感じでやってみたいですね。豆腐以外にもいろいろと積んで売ってるみたいですよ。ちなみに、隣の駅はね、歩こうかなと思ったけど、ちょっと歩くには、まあちょっと天気がね、しんどいね。なんかね、もう駅と工場は直結してるような感じみたいですね。一応一般からも入れるみたいですけど、そもそも駅名が少しですね、スクリーン前とかね、だったら、会社名なんですけどね、スクリーンって。スクリーン駅ってすごいですよね。そう、京セラは京セラ前とかですけど、ここはスクリーン前じゃなくてスクリーン駅。で、なんで前じゃないのかと思ったら、まあ、本当に直結してるんですね。そのまんま建物にスッと改札くぐったら、屋根伝いでそのまんま、工場の照明玄関からに入れるようになってるみたいですね。多分、脇から入って出て、屋根の間から抜けて、一応一般道の方にも出れるみたいですけど、ちょっと、パッと見でわからんかったのと、あと、まあまあ距離があるんで、ちょっとね、歩くとしんどそうかな。調べてみていけそうなら行ってみる。よし。こう1時間あるからね。表面してあげて、なんか一般からも入れるみたいな、車とかは全く無理で、本当なんか工場の間を一応一般歩道がなんかかいくぐるように入ってくみたいなんですけど、かなりわかりにくそうなのと、あとね、雨がね、この後もやっぱ断続的にね、9時くらいまで、ね、降ったり止んだりがずっと続くらしいんで、ゆっくり待とうじゃないですか、ここで。まあ、待ってる時間も暇だし。なんかやっとく？雑談でもする？一人で。生放送でもない。そう、雑談ネタでね、したいなと思いながらもね、なかなかできずにずっと溜まってますからね。こんな感じで、一応、雑談ネタを、なんか、ああ、これ、パッと喋ったら面白そうかなっていうのはね、そんなに そんなにあれですけど。こういうのね、一覧にしといてね、気になるネタありますか？みたいなね、あれしてもいいですけど。ISDN ね。ISDN あったね。ISDN とか。今の若い子知らない。今もね、一応ね、機能してるんですけどね。結構今は、もともとはこれ ISDN ってあれですね。いわゆるインターネット回線。として作られたんですよね。いわゆるダイヤルアップ回線といって、要は電話をかける。電話をかける通信をそのまんま、ほぼほぼそのまんま、あれにしちゃおうっていう発想でできたやつですね。ただ、昔は本当に電話をかけてる間だけ、インターネットが繋がったんですよね。ダイヤルアップ回線って呼んでたんですけど、そういうのを。これもダイヤルアップ回線の一種ですけどね、ISDN も。で、だから当時は、インターネットしてると電話が通話中になって電話が使えないっていうね、そんな時代があったんですよね。で、それを解決するのと、回線を高速化するのを両立させたのがこの ISDN ってやつでね、結構黎明期のインターネットを普及させたのに結構役立ったんですよね。これだとその1回線の契約、1つの電話番号で2回線分、使えるような形になって。で、インターネットをしながら電話も、つながりますよっていうようなのが売りでしたね。64kbps とかでしたよね。そう。64kbps とか、32kbps とかだっけ？ですよね。当時はそうなんでしたね。で、当然、無線ではなくてね、有線で。そう。電話回線のところから、二股に分けるやつがあってね、ISDN 用の。そこから片方をそっちに持ってきて、パソコンにつなげて、ダイヤルアップすると、インターネットの回線つながるまでにね、20、30秒ぐらい待つとね、
回線つながった、つながったって言ってね、やってたもんですね。つでも私はね、実は ISDN の会社でしか使ってないかな。会社でちらっと使ったことがあるだけで、どっちかというとそこもインターネットに使うっていうよりは、あれでしたね。いわゆる内線電話、外線電話を、要は、複数受けれるようになるんですよ。一つの電話番号で複数受けれるようになるんで、それに ISDN 使ってるっていうところがあったんで、だからその電話番号1、2、別の、電話番号の1、2みたいな感じであって、6回線ぐらいあったかな、そこは。結構、取ってありましたね。それぞれの、なんか、売り場、フロアごとになんか作ってあって、それで、フロアにかけ、ごとのやつを連携したりとかっていうような感じで、まあ、オフィスとかだとよくありますよね。っていうので、使ってたなっていうのがありますね。今も一応 ISDN は元気らしいですけどね、一応。そういう感じなんで、どっちかというとそういうような使われ方が今でも残ってて、一応残ってるみたいですね。ペコッとへこむって、語源何なんだろう。わからねえやっていう、あれでしたね。やりきれないが、どっかにあったんだよな、やりきれないがは。どこだったっけな。名前を見た瞬間に、そんなやりきれない名前あると思ったんですよね。どこだったっけな。夕張だ。そうだ。やりきれないが すごいですよね。こんなようなこととかをね、いろいろと。わあ、懐かしいな。ロータス1、2、3。ロータスオーガナイザーね。そう。これね、いにしえの Windows 95とか3.1とかからね、それより前、使ってた人だと、これがね、ピンとくるんですよね。ロータス1、2、3、ロータスオーガナイザー。これね、何かというと、ロータス1、2、3はいわゆる Excel みたいなソフトです。そう。表計算ソフトでね、ロータスっていうところが作ってたんですよね。で、ロータス1、2、3っていうのがあって、私が初めて表計算、使った表計算ソフトはロータス1、2、3でしたね。で、それのサービスが終わるってんで、その後三四郎に移行して、私はね、三四郎使ってたんですけど、早々に三四郎も、サービス、差しゅうにあって。で、Excel を使うことなく、結局、今はこのスプレッドシート使ってますね。Google のやつを。これが今、一番あれかな。なんやから長いこと使ってますね。そう、ロータス1、2、3から使ってましたね。そう。プリセットで富士通のやつ買ったらこれが入ってたんですよね。で、同じくロータスのやつが入っとったんで、ロータスオーガナイザーもスケジュール管理で使ってましたね、昔は。結構、このサークルできて初めの頃とかは結構こいつ使ってましたね。で、アーバインプッチェココ、これはもうお世話になったソフトだね。これもね、なんて説明したらいいのかな。アーバインプッチェココっていうのは、いわゆるダウンロードソフトだったんですよ。ダウンロードってそんなに画像とかね、動画とかをダウンロードするのに、なんでそのソフトがいるんやってね、思うかもしれませんけどね、昔はね、結構これが重宝したんですよ。今はね、普通に、エッジとかクロームをね、開いておって、右クリックしたらね、ダウンロードするとか出てきて、それでなくても普通にクリックしてもダウンロードボタンが出てきますもんね。で、ダウンロードしたら、勝手にね、ダウンロードができて、勝手にダウンロードフォルダにね、入って、出てきますけど、当時もね、できたのはできたんです。ただ、昔、それこそこの ISDN とかの時代の頃っていうのは、回線が弱かったんで、例えば動画1本落とす。もう本当にクソ雑魚な、ね、5分ぐらいの動画でも、ダウンロードするのに2、3時間とかかかるんですよ。そうすると、さっき言ったように、ダイヤルアップなんで、ずっと電話かけてるような状態になる。ですね。そうするとね、これ厄介なのが、一回途中でね、プチって切れちゃうとね、何かしらのエラーで、1から、0からやり直しになっちゃうんですよね。っていうのがあって、そういう時に役立つのがこのね、アーバインプッチェココだったんですよ。万が一回線切れが発生しても、途中までのところからデータを修復して、ダウンロードを再開できるっていうのがね、一番の売りでしたね。あとは、特にアーバインは、リストアップ機能が強くて、当時は特にね、ちょっと、アダルトね、やつとかね、そういうようなやつのやつ、
だ今はね、ストリーミングでね、簡単に見れますけど、昔はね、そう簡単に映せなかったんですよ。で、結構、それなりにダウンロード先とかも、特に日本の場合はね、日本のやつは、めちゃくちゃ、隠し扉みたいなところに、作ってあったんで、それを、探すのが困難だったんですね。で、間違ってクリックして変なやつをね、拾って、ウイルス拾ったりとかっていうのがあったんですけど、このね、やつのソースからね、リンクのデータを、こうね、検出するっていうか、まあ自分で探すんですけどね。やつがね、これかなり優秀でね、特に結構いろんな、エッチな画像やら、エッチな動画やらを、落とすときに、あれですね。そこから解析して、やるのに非常に役に立ったソフトだったんですね。懐かしいな。そんなのありましたね。今の話だけで、あれかな？ショーツに使ったのか。そういうショーツ作ったのか、これショーツ量産型じゃないですか。モーモーコーヒー。モーモーコーヒーはね、牛さん大好きモーモーコーヒーっていうね、コーヒーがあるんですよ。今もあんのかな？これがね、実はね、私の大好きなね、コーヒー牛乳なんですよ。あ、アマゾンであるじゃん。業務用の 500g でっけえけど。え、あの牛さん、あー、この牛さん、この牛さん、懐かしい。コーヒー、あるじゃん。マジで買っとこうかな。これが美味しいんですよね。リストに追加しとか。欲しいものリスト。入れときますから。リストと人数をこんな豪快な音を立てながら。列車が来ましたね。あ、ちなみにこの、モーモーコーヒーは、あとで話すか。モーモーコーヒーがあれですね。よかったとき、四日市のね、裁判所にね、ある自販機が、に、このモーモーコーヒーの紙コップのやつがあって、60円だったか50円だったかでね、飲めたんでね、よく、こっそり、重宝してましたね。おー。おー。なんか飛んでる。結構ギリギリないんだ。すごい。かなりギリギリだね。なかなか攻めてんな。全面取れないね。へえ。それぐらい。すごい。あ、学生さんがわーっと、わー、すごいな。なんだ。いっぱいだ。部活があるかな、なんか。へえ。結構利用。時間帯によってはすごくあれですね。うちが乗ってきた時間はね、行きは。四五人とかだったんだ。あ、これのところです、こんな。すごいね。あ、行ってみましょう。何しようか。ここで行くか。じゃあ、少しホッパー乗って戻ってきましょう。どっかで飯行こう。妖怪地かな。あれも妖怪地やったもんな。さっきの電車があれですね。行ったり来たり人だけですんでね。一駅間なんで。さあ、二駅間か。よし。